グループステージの3試合を大会最多得点かつ無失点の全勝で終えたのだから、なでしこジャパンの評価がうなぎのぼりなのは当然だ。画像、キッチ内外で一流だ、と反響続々。なでしこジャパンの整頓された試合後のロッカールーム。ホワイトボードに書かれた文字は、ニュージーランドのメディア、スタッフは8月4日、 同国とオーストリアで開催中の FIFA 女子ワールドカップ2023グループステージのベストイレブンを発表した。日本からは熊谷先、長谷川優衣、宮沢日向、田中美奈の最多4選手が選出されている。スタッフは完璧なスタートを切っただけにグループ C を制した日本が我々の選考に大きく影響したのはサプライズではないと報じた。キャプテンを務める熊谷について同メディアは 伝説的な日本の DF は、2011年の優勝の際に決勝 PK を決めた。それから12年、彼女はまだ活躍している、と伝えた。熊谷は全3試合で無失点だった鉄壁の日本守備陣を統率した。彼女たちが許したシュートは16本のみ、そのうち10本はスペイン戦だ。熊谷はそのスペイン戦で左サイドの沿道にダイアゴナルのパスを散らし、 先制点につながる起点となった。また、長谷川については、公式には1アシストのみだが、インテリジェントな MF は守備ラインを突破するキラーパスでストライカーたちを解き放ち、日本のゴールの多くを作り出した、と賛辞を寄せている。長谷川の最も印象的な瞬間は、日本がザンビアに5対0で勝利した初戦。完璧なボールで相手を切り裂き、 日本はそこから PK を獲得して、相手守護神を退場に追いやった。彼女のパスの13本がシュートに繋がっている、一方、4ゴールで得点ランク首位タイに立つ宮澤のことは、大会まで日本代表で23試合に出場し、4得点だけだった。その彼女が今大会の3試合で同じ4得点を挙げ、得点王ランクのトップに立っている、とブレイクぶりを伝えた。宮澤のベストパフォーマンスは、 日本がグループ C 首位通過を決めたスペイン戦。2ゴールを決めた。ボールポゼッションはわずか23%だった日本だが、退きながらも破壊的なカウンターでスペインを叩き、ほぼすべてのチャンスでゴールを決めた、田中については2得点、3アシストと5ゴールに絡んでいる。今大会で誰よりも多くネットを揺らしたが、初戦ではオフサイドによって2つの得点が取り消された、と報じている。 日本がローテーションしたため、スペインと戦はベンチスタートだったが、出場するやすぐにインパクトを残し、スローインからスペインの守備を切り裂いて、インサイドに切り込み、左上隅にシュートを叩き込んだ、池田太志監督の下でなでしこジャパンがさらに回進撃を続け、大会全体のベストイレブンでも多くの選手がピックアップされるようになることを願うばかりだ。